ございます。ありがとうございます。まあ、感想戦も終えてちょっと対局が終わってから少し時間が経っているんですけれども、はい、改めて昇級をするというこの結果を少し実感ですとか、はい、気持ちの面で変わってきたところはあるでしょうか。そうですね。ただ挑戦に絡むことができないとあまり意味がないと思ってるんで、はい、絡めるようにしないといけないイメージもあります。まあ、先ほど後半で3敗してしまったのでっていうお話ありましたけれども、はい、まあ、トータルで見ると9勝3敗というとの結果で昇級ということ で、 そうですね、まあ、9勝3敗、まあ、大体昇級する星だと思うんですけれども、はい、ご自身この今期の順位戦、はい、手応え、まあ、やってみてどうですか。ですね、6連勝の時は結構、安全かなと思ったんですけど、そこからそうですね、崩れてしまったので、6連勝、そうですね、リードを守りきったような感じではなかったような気もするので、そうですね、まあ、はい、後半かなり苦しんだって印象があります。順位戦振り返ってみると結構 C 級2組で苦労したりとか、はい、まあ、いろいろ大変な時もあったと思うんですけれども、まあ、ついに A 級っていうことになると思うんですけれど、はい、そういうこれまでの流れ振り返って、まあ、A 級に行くんだっていうのは何かこう、まあ、気持ちの面で、まあ、考えって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけれど、はい、どうしてやっときたなっていう感じなんでしょうか。そうですね、やっぱり、はい、目指していた場所ですし、まあ、一応鈴木先生には20代のうちに上がるように言われていたので、うん、まあ、ギリギリ、はい、20代のうちという感じだと思うんですけど、そうですね、やはり、何でしょう、そうですね、40、50代の先生が本当にすごい力を見せられている印象がありますので、そういう、はい、気がします。先ほど A 級では挑戦に絡めるようにしないとっていうことでしたけれど、どうでしょう、まあ、やれそうだっていう感じなのか、それともやってみないと分かんないっていう感じなのか。やってみないと分かんないですね。やっぱり順位戦はかなり自分の、見方だと別物というか、そうですね、本当に何でしょう、大変な印象があります。別物っていうのはなんかその他の棋戦と別、別な印象がありますね。まあ、なんか一時期よりはだいぶそういうのは、自分の中で払拭されたものなんですけど、やっぱり、まあ、されたといえども、やはり、少し違う感じはしています。ありがとうございます。何か他の方からございました。その別っていうのはどのあたりがどういうふうに別というふうに今その感じ、ですね、ちょっと頭が対局で回ってないんで、自分、分かりやすく言うと、分かりやすく言うと語弊が出てくるんで、難しい、ですね、本当に、まあ、レーティングじゃ測れない世界なのかなという印象があります。まあ、すでに語弊がありそうですけど、かなり濁したつもりです。そうですね、やっぱり、まず A 級にならないと、可能性はゼロですので、まずは A 級になったことで可能性が出たということで、そうですね、ま、名人というタイトルはそうですね、ま、絡んでみないとわからないような気はしますけれど、そうですね、本当に、そうですね、やっぱり棋士になったら名人を目指すというのはありますし、ま、将棋を始めた少年少女たちも、まあ、名人を目指すというのは、しきたりというかそういうものだと思ってますので、そういう目指す、位置に来れたというのは、はい、そうですね、そうですね、来れたということは、良かったかなと思います。
と、A 級では、まあ、もちろんあの50代もいれば、はい、20代もいるっていう、こう幅広い、はい、あの年齢層の棋士たちがいるんですけれども、はい、あのね、こう意識する棋士はいますか？そうですね、そうですね、もちろん、まあ、皆さん、大変だとは思うんですけど、そうですね、まあ、同世代の菅井さんだったり、豊島竜王だったり、もちろん、それ以外の先生方にも、はい、という感じなんですけれど、そうですね、はい、まあ、長丁場なのかなと、はい、同世代の棋士っていうのは結構意識というか、いや全くはしないんですけど、まあ行った方がいいかなとあんまり意識したことないです。あ、逆にここ10年ぐらいはない気もします。逆にそうするとどうですか、意識する棋士っていうと。そうですね、やっぱり藤井二冠、うん、まあ同じクラスに当たるの厳しいかなと思ってましたのでそうですね、まあそうですね、一個差をキープできてよかったなまあもうじゃあ本当にここ数年は藤井二冠を目標に、はい、っていう感じですね。一個差と言えど、また次上が、そうですね、次上がらないと追いつかれるんでそうですね、上がりたいなと思ってますあ、そうですね、はい、上がれるように、はい1個差をできればキープしたいという、うん、まあ、でも藤井二冠といっても、まあ次の階級はかなり厳しいと思ってますので、まあ、どこまで記録も伸びるか注目しています。次の階級というのは B1 での戦いというのはやはり、あの個人的には全勝はさすがにできないと思うんですけど、いや本当に強い方ばかりなので、いや藤井二冠強いのは自分はかなり知ってるんですけど、はい、かなり藤井二冠というのもやっぱりかなり厳しい戦いになるんじゃないかなとは思います。ただそれを見てみたいという気もします。あの王将戦の大きな挑戦も佳境を迎えていらっしゃると思うんですが、はい、今日の勝利というものはあのそこに向けては何かそうですね、そうですね、やっぱり、結果によってやっぱり疲労度がかなり違うので、今日勝つことで、かなり疲労度が軽減されたんじゃないかなと。やっぱ噛みつけ汁の中で負けが込むのだけがきついのが分かったので、まあ、なんとか勝ちが出てるうちはある程度の日程はなんとかなるという印象はあります。そうですね、王将戦に向けて、そうですね、はい、何か活かせれば理想的かなとは思います。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。移動大変だと思います。あ、まあ遠いですね遠いは遠い。